これホイコーローなのかな、ちょっとピリ辛のお肉とキャベツの炒め物。もあるし、卵の中にほうれん草かな入ってるし、いい感じのお弁当です。切り干し大根が嬉しい、めっちゃ美味しい。最近大根が好きで、切り干し大根とか大根煮たやつとか、もう何年前、ちょっと前からハマってます。味が濃いものが苦手ね。このホイコーローめっちゃ味濃いからピリ辛だし喉やられそう。助けて。年ですね。昔は味濃ければ濃いほどいいみたいな気持ちだったんですけど、なんかポテトサラダが酸っぱい匂いするんですけど、食べない方がいいですか？匂いじゃないか、酸っぱい味。なんか酸っぱいんですよ。食べない方がいいかな。そう、なんかね、ここにね、昆布と、あ、昆布じゃない、わかめとなんかカニカマの酸っぱいやつがあったから、もしかしたらその味が移ったのかなとも思うけど、わかんない、わかんないからやめとくわ。怖いから、お腹壊して明日お仕事できませんってなったら嫌だから。
食中毒。うん、確かにもう暑いからそういう時期なのか。え、じゃあこれからお弁当持って帰れないかもしれない。うん、確かに。気をつけよう。公園中冷蔵庫に入れとけば大丈夫。そうするわ。なんかめっちゃでっかい。これは多分大丈夫。めっちゃでっかい。肉。さすがに保冷バッグ持っていこうとは思わない。最善で釣られましただってイエーイ。どこ、最善のどこにいた人だろう。どんな服着てたとか、誰のうちわ持ってたとか、どの人だろう。かわいい、やった。今日アイシャドウピンク、なんかギャルだから。ひょうかちゃんのうちは、あ、わかったかも。こっち側、下手の最前の一番センターブロックに近いところにいた方ですか。違うかな。今度初めて公園行ってみたいと思ってるんですけど、どんなうちわが目立ちますか。だって、うーん、なんか白に、白地に黒とかのうちわよりも、黒地になんか蛍光色の色とかカラフルなのとかがやっぱ目立ちます。あと文字大きめ、うん、めっちゃ目立つ。ただやっぱ一番なんか本当に他の人と差をつけられるのは、マジちゃんと手作りなのとか、あとはなんか光ったりするのが本当結構、うん、差がつくかな。なんかやっぱさ、今さ作ってくれるサイトとかあるじゃん。やっぱそういうので作ってもらうと、やっぱその見やすいけど似たり寄ったりのになっちゃうんですよね。うん、だからでも絶対大変なんだよね、わかる。でもやっぱオリジナリティがあるやつがマジ最強。女性枠は結構生まれますか。だって、え、今日ハルピョンのファンの子が、女の子が女性枠のところに座ってたんですけど、めっちゃレスした、めっちゃレスした、うん。でも確かにあれかも、前の人が大きかったりとかしたら、そう困る、内輪の文字とかが見えなくなる。だからみんな身長ちっちゃくしてから来て、よろしくメンズよろしく。女性枠の前に座る人たちはみんな身長ちっちゃくしてから来てください。
でもやっぱ今日の立ちの結構後ろらへんにピョンズいたんですけど、やっぱその方も黒地に蛍光色でうちは作ってくださってるんですけど、見えましたよく。めっちゃ後ろだったけど、うん、なんかねアピールされると私ね嫌なんですよ。はい、俺だけを見てみたいなの嫌なんです、すごい無理って思っちゃうそう言って申し訳ないんだけど、うん、みんなだから気をつけて、本当に、うん、そう、今話題のカエル化、カエル化って違うんですけどね意味本当は。まあでも、あ、無理って思っちゃうなんかそのゆきりんさんとあかりんさんの YouTube でも言ってらっしゃったんですけど、なんかのあかりんさんの方の YouTube で言ってらっしゃったんですけど、なんか覚えてくださいみたいなお話し会で言うのもなんか覚えたくなくなるんですよねそうそうなの、ごめんだけど、うん、教養は嫌だ。え、だからこういう感じでこういううちを持っていきますみたいなのはいいんだけど、なんかそれをめっちゃ連投する人とかえ無理って思っちゃうそう申し訳ないんだけどね、いや一回言われたらわかるよって、そう大丈夫大丈夫って、見えてる見えてるみたいな、そう一回言われたら分かるよって思っちゃう。言わないけどね、そんなそんなことその瞬間には言わないけど、分かったよって思っちゃうんですよね。だからあ、全然うちわを過度に振るとかそういうのは全然いいんですよ、全然そういうことじゃなくて、なんか私多分その連投が嫌いなんですよコメントそうコメントのなんか2回とかさならさまださ、はるぴょんが見逃したかもしれないっていう保険の意味も込めて2回3回とかならいいけど、なんか5回10回連投する人いるじゃないですかそう、それがすごい苦手なの私。そうそうなんですよね。しかもハルピョンのファンとかじゃないの、もうなんか
他の推しメンのファン、他のメンバーのファンなのになんかめっちゃめっちゃすごいみたいな。そう。そうなんですよ。だからそれがすごい。いや本当にごめんね、本当にごめん。こんなことアイドルが言っちゃいけないのは分かってるんだよ。すごい本当にこんなことアイドル言っちゃいけないっていうのはすごい分かってるんだけど、なんか嫌なんですよね。そう、初めて言ったかも。まあなんか多分分かってるかもしれなかったかもしれないけど、そうなんかすごい。いや違うんですよね、なんて言うんだろうね、本当に申し訳ないんだけど、えなんか私前多分あのママとかにも言ってるよみたいな話したんだけど、なんかママとパパにもなんか同じ話をするのがすごい嫌なの。そう、まあ、似てるか分かんないけど今の話と。なんかじゃあその終わりました、あの仕事終わりました、新幹線で帰りました、パパがね大体迎えに来てくれるんですよ。そうで、パパが迎えに来てくれて、でその車の中でパパと話すじゃないですか。いやこれパパが聞くから話すんですよ。これがあってね、こうこうだったよって、こう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 だよって。でお家帰ったらママが待ってて、ママがまた同じ質問するんですよ。あーもうその話したと思って、そうもう本当に嫌って思って、前にあのいや多分ね分かるんだよ、いや多分自分がそりゃさ親になったらさ聞きたい気持ちは多分あるだろうし、それこそ私はあの本当 LINE とか連絡がすごい苦手だしやらないタイプの人だから、本当ママとかパパにも返さないんですよほとんど。そうだからなんか多分聞きたいのも分かるの、何があったのとかどうだったのとか聞きたいのはすごい分かるんだけど、一回でよくないかみたいな気持ちになって、そうそれで前にパパにあのパパとママがいるところでその迎えに来るのはすごいありがたいから嬉しいんだけども、その時じゃなくてお家帰ってからいっぺんに話すから、その時に聞いてって言いました。はい。そう申し訳ないんだけどね本当に。だからそうなの、申し訳ないんだよ、気持ちはすごいある、ごめんねって。そうただ私も見逃しちゃってるコメントとかもあるかもしれないから、そうなんかそれはそれですごい申し訳ない気持ちあるんだけど、そうだから本当に申し訳ないの、すごいその気持ちはすごいあるの、申し訳ないなとは思ってるんだけど、でも多分パパもパパでその車の中に静かにならないように喋ってくれてるのありがたい。でママもママで聞きたいから、でもハルピョンがさそのご飯帰ったらすぐにご飯食べれるようにその一緒に迎えに行くんじゃなくてママはご飯作ってってやってくれたのすごい本当にありがとうって気持ちなんだけど、そうでも無理なんです。さっきその話したと思ってもうプンプンしちゃうの。そうタワー来た、本当だ本当本当だ、何どれどれだろう誰だろう、こんな話にタワーありがとう、サトルさんタワーありがとうございます、タワータワーありがたわー、サトルさんなんだこれ、あんみつタワーなのかな、なんか美味しそうなタワーありがたわー、ありがとうありがとうございます。そうすごいそうなの、ごめんねっていう気持ちはすごいあるし本当にある、すごいある
本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだし、そう、うん、それこそ配信の話だとなんか、じゃあさっきまで、じゃあ今日の髪型何にしようかなって話してたとして、いや分かるんですよ、配信を見に来るさその瞬間とかも人によって違うじゃないですか。そのじゃあ1時から配信し始めたとして、1時に見に来れる人もいれば、じゃあ1時10分に見に来る人もいれば、1時半に見に来る人も、そりゃさお仕事だったりさその人の予定によって違うのもすっごい分かるから、そうすっごい分かってるんだけども、そうでもなんか髪型をもうじゃあ1時から1時8分までの間に髪型じゃあ今日これにするねって決めたとするじゃん。で1時10分に見に来た人に今日の髪型何したのって、何するのって言われたらさっき決めたって思っちゃうの。いや本当にごめんなさい、違うんです。いやでもそう、別にそれをするなって言ってるわけじゃないですよ。ただハルピョンはさっき決めたわと思いながらいやこんな話したらさ途中からみんな見に来てくれなくなっちゃう、知ってる、そうだよね、ごめんね、分かってるの、そう、え分かってるの、全部そう分かってるんだけど、でももうごめんねっていう気持ちなんだけど、そうもうやだごめんって、いやもうそう、そうでも全然あれですよ、なんかもう全然もう慣れたんですけどね、これも、もうアイドルって大変なんだなってそうみんな多分それを頑張ってやってるんだなって、そうだから全然そんな控えようとか思わないで、私がスルーするだけだから頑張る、そう本当ごめん、すごいごめん、いやもうほんとごめん、そうなの分かってる、そうなんですよね、私が悪いんですよね本当に、いや同じ話を何回も楽しくできるような女になります、はい、いやもうすっきり、でもハルピアの中ではすっきりしたから、みんなの中にはモヤモヤがたまったかもしんないけどほんとごめん、いやごめんって気持ちはすごいあるんだ、だから全然なんか多分コメントしにくくなったかもしれないけどしてください、ちゃんと答えます、お話し会とかも全然しょうがない、しょうがないしょうがない、そうだってそりゃさ言われて何回も言われて嬉しいこともあるじゃないですか、例えばさなんか例えばお誕生日おめでとうとかはさもう何回言われても嬉しいし、今日も可愛いねは何回言われても嬉しいし、すごい可愛い高重総監督さん甘いありがとうございます、可愛かった今なんかポンポンポンって、それありがとう、そう今日の髪の毛めっちゃ可愛いじゃんとか、自己中だね私自己中だね、ごめん、ごめん、いやもうでも私の中ではもうこれでぶちまけれたからすごい
満足したからもういいや、なんか心が寛大になった。だってみんなはもう知ってくれてるけど、でもやっぱ知ってるけどやっぱ今来たからその話を知らなかったんだよなってそう思うことができる。これ話したからよかった。うん、皆さん全然本当にすっきりしただけ、自分の中ではすっきりしたので本当みんなには申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけどみんなにはモヤモヤしか残してないのであれなんですけど、全然もう同じ話でも何回も聞いてください、全然大丈夫です。ただただちょっと覚えてくださいはちょっと苦手です。それはみんなの中でもできるじゃないですか一人でもできるじゃないですか、別に入った時間がどう、ショールーム入った時間がどうとか。そう、いやもう満足、ごめん、みんなのみんなは不満かもしれないけど本当申し訳ないんだけど、そうでも満足しました、ごめんねごめんねマジで、もうみんなにはすごいなんかなんなんこいつって思われてるかもしれないけど、私は満足しちゃった。いやでもこれまたこれまとめられる、やだもう嫌い最悪。早く、それでハルピョン叩かれる。お前みたいな底辺は絶対言われる同じ話何回もしろそうやってファンをつけなきゃいけないのに、ほんとこいつはめんどくさいな言われる。え、絶対叩かれる、もう今の話やばい、サトルさん、またタワーな、そんななんか私の何機嫌取りしようとしてる何ですかこれ、なんかお湯にお茶か、お茶に入ってるパンダ、ありがとうございます。せーの、タワータワー、ありがお茶に入ってるパンダタワー、サトルさんありがお茶に入ってるパンダタワー、ありがとうありがとう。昔ナンバの人気メンバーが握手ファンの方の話は適当に言ってる聞いてるって、それは私ないですよ、ファンの方の話はちゃんとちゃんと100聞こうとは努力はしてるんですけど、記憶力がやっぱむずいので聞いてはいるけど覚えてないはあるかも。聞いてるんだよ、ちゃんと聞いてるんだけど
その瞬間はちゃんと耳に入って頭の中で処理してるんだけど、やっぱ次のファンの方が来て次の話をされるとキャパっていうものがあるからどっか行くんですよね本当に、これは人間だからしょうがないですよね。はい、さようなら。今日めっちゃなんか大丈夫かな、アイドルとして。間違いなく荒れるだろうけど、荒れた時にどうしますか？そうですね、荒れた時は、そうですね、どうしようかな荒れますよね、きっと荒れそうですよね。いやでももう私の中では満足したので、あの全然本当にあの今日の髪型の話何回でも、同じ人が何回もするのはダメだよ、それは聞いてるでしょって言っちゃうけど、別にさっきしたって言わ大丈夫、ちゃんと答えるから、これからもちゃんとこれからも答えるから安心して。ちゃんとこれからは答えるようにする。あとはメンタルやられたらみんなが守ってくれればそれでいい。ありがとう。もう私も私ででもちゃんと答えます。アイドルだから、そういう職業、それが仕事だもんね。私はそうですよね、それが仕事なのでちゃんと仕事をします。そう、ごめんなさい、はい、仕事します。切り干し大根美味しい。今日はデコ出しをしました。かわいい。
だいぶ前にくるちゃんがやってて、この間レミがやってて、なんかいつかやりたいなと思ってたんですけど、ついの次にこの髪型が好き。嬉しい。拳の正義の衣装とめっちゃ合う。え、そうなんですよね。マジイカツヤンキー姉ちゃんになっちゃう。写真見て。今日はしかもギャルだったの。また今回も。前回もギャル。やばい。あ、しゃっくり。あ、しゃっくりと戦います。今から。そう。あのギャルだったんですよ。前回もギャルだったんですけど、今回もギャルだったので。なんかめっちゃギャルしました。横隔膜の痙攣。今日迷ったんですよね。顔、前髪なしか、この今の髪型か、今日ナーミンがやってた髪型、まとめ髪かで迷ったんですけど、顔のメイクの調子がよく上手にいけたので、はい、おでこ出しにしました。しゃっくりとの戦い終わった。息止めたら治った。勝った横隔膜の痙攣との戦いに勝ちました。イエーイ。明日じゃない、次はハルピョンの生誕祭。どうしよう、ドキドキ。そう、オンデマいっぱい映る。やったね。なんか生誕祭までに痩せようって思ったんですよ、今日公演して。でもよく考えたらあと4日しかなくて痩せれるわけない、無理と思ったのでやめました。はい、やめた。ちょっとは控えるけど、やめた。ちょっとね。え、手紙あるかな。あったらいいな。誰が仕切るんだろう。
誰から手紙来るか分かんないです。納得。スタッフさんの指名なので、スタッフさんがこのメンバーと仲いいなみたいな感じのメンバーを指名します。誰だろう。だからさ、裏でめっちゃ仲良くてもさ、スタッフさんが知らなかったらさ、わかんないんですよね。なんかそのメンバーとから書かれないんです。なんか裏でめっちゃ仲いいのにみたいな。そう、楽屋とかではめっちゃ仲良しみたいな、でも別にみたいな、表ではまあ普通だよみたいなメンバーだったらね。そう、あ、でも多分手紙メンバー指定した人もいると思いますよ。昔は多分私もなんかその初めて私が手紙を書かせていただいたのが、あの市川まなみさんなんですけど、まなみさんの手紙を書くってなった時にスタッフさんから連絡いただいたのは、なんかまなみさんがそのハルピョンにお願いしたいっていうか、なんかハルピョンのがいいみたいな、そうだからなんかお願いしますみたいな言われて、あ、そうで、その時は私まだそのエイトってお手紙制度とかがなかったりとかしてたような気がするので、その時はね、そうだからなんか、あ、こうやって生誕のお手紙って決めれるんだと思って、そうそうなんだと思っていたんですよ。でいざその生誕の時になってお手紙をエイトもいただけるようになった時に、なんか全然あれ指定できないやんみたいなあれみたいな、あれ私があの時指定されたのは何だったんだろうと思いながらも、あの、そうそうそう、そういうこともありました。だから多分やっぱさ、ほら私とまなみさんはその当時さ、なんて言うんだろう、そのすごいまなみさんがすごく可愛がってくださってはいたんですけれども、でもやっぱその一緒にステージに立ったりとかがなかったら、からやっぱスタッフさんは知らないじゃないですか、私とまなみさんがそうやって仲いいっていうこと。そうそうそう、知らなかったから多分そう言ってくださったんだと思います。でもやっぱその時仲良かったから、仲良かった、過去形にしたらあれですけど、その時すごくなんて言うんだろう、すごく可愛がってくださってたから、きっとなんかそういうなんて言うんですか、まなみさんなりのなんて優しさというか、そういうので多分指名してくださったんじゃないかなって思うので、そう嬉しかったです。なんかね、二十歳の生誕は親からもらえるみたいなあったんですけど、私二十歳の時そのコロナ禍で、そうなんですよね、生誕がなくて、二十歳の生誕一番大事よね、二十歳の生一番大事ってわけでもないかもしれないけど、やっぱ私からすると成人のなんていうの、年だからめっちゃ結構なんかすごいドキドキワクワクって感じだったんだけど、コロナで亡くなっちゃって、そうだからもらってないです、パパママなどからは、はい、ただあの8の富山ツアーの時にママからはもらったので、めっちゃ LINE 来るんですけど8のそう富山ツアーの時にママからはもらったので、まあ、なんか生まれたあれじゃないけど、別に富山ツアーのなんちゃらかんちゃらみたいな感じ。大丈夫大丈夫、全然スタッフさんじゃなかった、じゃあいいか。
スタッフさんからかと思った。こんだけ来るからなんかその B の LINE になんかこういう資料ですみたいなかと思ったら全然普通に違いました。そうそうそう、だから全然なんていうんだろう、めっちゃ LINE 来るやんって来て、全然あのなんかよくある、いやなんか女子だけなのかな、わかんないんですけど、なんか一個の話で一個の返信でなんか5個ぐらい話題やることないですか？わかります？女子だけなのかな、なんかどうなんだろう、私はよくやるんですよ1個の話題で5個ぐらいの LINE。 分かる？あ、分かってくれる人は分かるんだ。でも分かんない人は分かんないですよね、まあ、人によると思うんですけど、そりゃそうそう、だから1回返信するごとに5個ぐらい通知がたまるんですよ。それです。1回の返信で5個内容、別の内容を送ってるとか。 D さんハートありがとう、ありがとうございます。そう、それを全部返します。そう、新しい話したいけど前の話続いて、そうそうそう、だから話題が5つあるってこと。で、例えば例えばむずいな、この日空いてるっていうのと、なんて言ったらいいんだろう、例えば例えばね、なんかあるかな、まあこの日空いてるとかっていうのと、なんだろう、あった、これなんだ、なんか高校の時の友達とかの話だと、なんかこれがこうだったよねとか、そう、なんかそういうマジどうでもいい話しかしてない。あとこの先生と会ったとか、そう、高校の時のこの先生と会ったと、そういう話がなんか急にどんどんどんって来る時、それです。D さんハートありがとうございます。てか私なんかめっちゃいいなんか LINE の文章を送ったんですけど、なんかそのあこれ読まれなかったら嫌だからと思って、その1日経ってもしも既読ついてなかったら送信取り消ししようと思ったんですよ。そう、そしたら取り消そうと思った時には3分過ぎてて取り消せなかったっていうことがあって、そう、それ見てみたら未だに既読ついてなかったので、私がせっかくいい話したんだけどなって思いながらちょっと悲しい気持ちになってます。
業してから先生に会うこともあるんだね。だってあのあれです、ほんとマジで全然関係なく、あの初詣でこの間見ました、人そう見ました。だからその話を普通に友達にしたの。えマジで偶然です。えでも喋りかけなんかそんな、そのなんていうんですか、すごい喋りかけるほどの中でもなかったですし、その先生とあと担任とか持ってもらったこともなかったし、なんかその文系の先生だったんですよ。そうだから全然なんていうんだろう、関わりもないし、3年間で持ってもらったあれなんていうんですか、教科一教科だけ、そう3年生の時、3年だっけあれって現代社会だけだったし、なんかだから別に全然喋りかけるもあれだしなと思って、メンズの先生だし別になんか気まずーと思って喋りかけなかったです。はい、でそれを友達に言いました、バルバル先生いたんだけどみたいなそうわらみたいなみたいな話してました。高校の時の話なんでね、言うてだから高校の先生の話だから言うて4年前とかよ、4年前5年前そう、なんかこっちからさ、なんかさ「へえお久しぶりです」とか言ってさ、誰ってなっても気まずいじゃん。先生なんてさ、うんがさ、うちらからしたらさ、なんていうの、1だけどさ、向こうからしたらさ1年にもう何人抱えてんのって感じじゃないですか。それを何十年もやってるってなったらさ、もう覚えてないっすよ。うん、でましてや担任持ってない人のことなんて、でしょ。うん、そう思ってます。アイドルとファンみたいだって、なんで、え、それは全然違くない。だから例えばそれこそ、うーん、それがピョンズとかだったら別じゃん。それはだって私とだって関わりあるやん。でもじゃあそれこそ別のメンバーのファンとかだったら、まずさ、だって先生はさ絶対まずその学年の名前は覚えるじゃないですか、みんなのこと。そうでも忘れられるってことでしょ。でも私はさ他のメンバーのファンのことなんてまず覚えなくてもいいじゃん、絶対自分のファンを覚えればいいんだから。私はまあなんかめっちゃ公演入るやんこの人で覚えちゃうことはありますよ。覚えちゃうことはある。そうなんか気づいたら覚えちゃったあなたのことみたいな、なんかめっちゃ見たことあるこの人みたいな人はめっちゃいるけど、でも別に覚えなくてもいいじゃないですか。でも先生って覚えるじゃん絶対。でしょ。そうだから違いますよ。やだ、アイドルとファンの関係を
生徒と先生の関係にするの嫌だ、無理。やめてほしい。うん、もっと深いじゃんうちらの関係って違う、もっと深いじゃんうちらの関係って、もっと仲良きじゃないですか。イエイ。知ってるじゃん、インスタとかツイッターとか。皆さんの学校の先生インスタとかツイッター知ってました？まあ、確かに住所はバレてるわ先生に。あ、どうしよう。そうじゃん、住所はバレてるやん。やばい。やばい、矛盾だ。矛盾が起きてます。どうしよう。確かに保護者の名前まで知られてる先生には。でもみんなはパパとママの名前知らない。はあ、矛盾が起きてます。どうしよう。なんでもいいか。先生より遠い、遠くなっちゃった。やだ。確かに学校の先生は3年間しか会えない。先生はぴょんちゃんをいつでも呼び出せる。呼び出さないでもらっていいですか。もう卒業したのに。無理無理無理。なんか悪いことしましたっけ。呼び出さないでほしい。忙しいから無理。
確かに先生が他の生徒と喋っても別に何も思わないけど、私がピョンズがみんな他のメンバーと喋ってたらなんかプンプンしちゃう。やっぱりそういうことだ。ちょっとなんかポテトサラダだけ怪しいんで残します。もったいない。あとは完食。ごちそうさま。でも三好なら作っていいよって言ったらいいだけ。でもさ、要するにさ、二股するってことじゃん。浮気じゃん。無理じゃん。いいの？浮気しても。みんなはそういうことってことね。ぴょんはこんなにもぴょんずのことが大好きなのに、ぴょんずはそうやって他の人に、ぴょんずじゃないかそういうことですよね。あーやばい、しゃくり、しゃくりって言うと止まる。なんでこれからしゃくりって言い続けよう。眠たくなってきちゃった。二番がいるから一番の素晴らしさを実感できる。1番だけでよくない？彼女がいるピョンズはどう思うんですか？みんないないよねみんないないですよね。はい、解決はい、解決。何か問題でも受ける。ごめんなさい、います正直すぎて受ける。ありがとう、大好き正直すぎて受ける。妻ならそうね、問題ないね。妻には勝てないわ。いや違うよ、そこは違う。なんて言うんだろう、そういうことじゃないんですよね。別にそういうことじゃない、うん、なんかそういうことじゃないんですよね。なんか別に彼女いてもいいよ、そういうことじゃないんだよな。むずいな。どうぞ。なんかそれは違うんだ。だってジャンルが違うじゃないですか、彼女と私は。そう、ジャンル、なんて、好きのジャンルが。そう、違くない？むずい。なんて言ったらいいんだろう。でもまあ違うの。
難しい。やめよう。難しい。なんて言うんだろう。だってさ、なんかむずい。どうし、わかんない。まあ、とりあえず好きでいてくれって感じ。彼女はオッケー、妻も嫁もオッケー。でも他の推しは許さない。終わり。あれ、私昨日ピョンムービー8日の分としてあげたっけ？ 7 日の分あげた記憶なんだけど。あ、8日の分あげてたわ。あ、やばいやばいやばい。TikTok 見た。ごめん。あ、同担拒否的な、そういうことです。はい、合ってます。 違うかな、言いたいこと。わかんないな。もういいや、やめよう、この話。わかんなくなっちゃった。なんか違いますよね、同担拒否とは違うんだよね。なんか難しいからやだ。終わり。終わり。これすごくない？全部これピン全部取ったんですよ、今日ついてるピン。でも取れない。最強。
あ、これはマスカラリムーバーって言ってマスカラ落とすやつ。そう、メイクしてるわけじゃない、マスカラ落とすやつで。すごくないですかこれ、今ピンとか何も使ってない、スプレー、メイクさんにしてもらったスプレーだけでカチカチ。てか今日さ、プレゼント紹介とさ、ドボンタイムしようと思ったのにさ、時間なくてできなかった、ごめん。またやるね。お風呂で簡単、あ、これも取れますよ、こうやって、ほらほら、こうやったら取れる、全然取れちゃう、全然取れる、うん。でもちょっとボッサボサになるから取らないけど。って感じです。明日はお仕事があるので頑張りたいと思います。明日は起きるのが早いんですか。だってメール送ったからメールで見てね。はい、ちょっとなんか本当にさっきなんかいろいろなんか文句言ったんですけど、でももう私の中では本当すっきりしたので、全然これから先、じゃあ1時から配信始まってて1時半に来て1時にしてた話をもう一回振っても全然喋りますので、いくらでも聞いてください。はい、もう本当すっきりして結構気持ち的には満足なんで、全然ありがとうって感じ。ということで、そろそろランキング読みます。はい、いきます。1位サトルさん、ありがとうございます。2位直吉さん、ありがとうございます。3位 D さん、あっとおでこだし好きすぎるっす、キュンキュンしてます、キュンキュン、ありがとうございます。4位サプライズレバーさん、ありがとうございます。5位、トラック野郎アットゴリさん、ありがとうございます。6位 M タカさん、ありがとうございます。7位高重総監督さん、ありがとうございます。8位マックミックさん、ありがとうございます。9位哲也アットハルピョンさん、大間違えた、ハルピョン大好きさん、ありがとうございます。10位ともゆきさん、ありがとうございます。11位すみちゃんアット、明日は橋本さんより早起きなのでおやすみなさい。あ、寝ちゃったの、寝ちゃったんですか、すいません、寝ないでもらっていいですか、起きてください。12位ツッチーさん、ありがとうございます。13位マークンさん、ありがとうございます。14位、あ、読みそうになっちゃった、13位までだった、すごい期待持たせて落とすパターン。14位ごめんごめんごめん、ありがとうございます。ラジカのバナナちゃん、ありがとうございます。そして今日は6640人の方が来てくださったので、66-40 26位、レオーネさん、ラッキーナンバーありがとうございます。ということでありがとうございました。え、だってさ、申し訳なくない？13位なんちゃらさん、ありがとうございます。14位、あっって気まずくない？私結構これ3回これ3回目ぐらいそう、3回目ぐらいです、ほんとごめん、いつもやらかしてごめん。まあそん時はそん時でラッキーぐらいで思ってください。はい、間違えて言った時は呼んでくれるよね。そう、
だからこれからみんな間違えてくれって思ってて、ハルピョン、もし14位になった方は頼む、間違えてくれって思っててくださいそれでは最後にキャッチフレーズとして終わりにしたいと思います。はい、先のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで、6740人の皆さんに切ってきたいお届けしちゃうという無限出身ハルピョンこと橋本アナでした。それではおやすみなさい。え、それな、なんで壇上って13位なの、それな、わかる。え、サトルさんタワー2つありがとうございました。ビーコエンもありがとう。おやすみ。今日のピョンムービーはあのメンバー、バイバーイ、起こして明日。